そして、新型コロナの影響による県内で2件目の企業の経営破綻が発生しました東京商工リサーチ奈良支店によりますと奈良市に本社を置きレストランの運営などを手掛ける株式会社 MA コーポレーションが破産申請の準備に入ったということです負債総額はおよそ6000万円に上りますこの会社は奈良市のホテル藤田内にあるレストランのほか 大阪府内でもレストランを運営していましたが、新型コロナの影響で、今年3月ごろから売り上げが急減していたといいます。